ちじゃない、寝起きからすごいハードな曲が入り始めたけど、ちょっとマジで配信が遅くなってごめんね、みんな。ポコちゃんやっほー、やばい、後ろの布団が映っているよ。さっきまでここで寝てたんだ。さっきも、うちもさっきまで寝てたよね、ちゃんと。ちょっと待ってね、みんなシュパシュパしているから。YouTube の、ちょっと待ってね、よし、シュプシュプヤッホー、おはよう。頑張って目覚ましで起きた。ポコちゃん覚えてるって昨日も同じこと言ったよ。シュプシュプ、そう、めっちゃね、マジでさっきまで寝てたよ。マジでやばい。 YouTube の配信終わって、え、なんかツイートしたんよ、うちは多分。とりあえず告知出して配信しようと思ったら眠すぎて、なんか、うちさ、なんか変なことツイートしてない？大丈夫？待って、さっき出した告知、私なんか何も一言をつけずに出しているものがある、もしかして。やばい、眠たすぎる。あ、そうだ、ワンマンのあれ、あと20日とか、まあ、告知出して配信終わってから、してから なんか眠すぎだけん、ちょっと10分20分寝ようって思って、え、多分1時過ぎとかに目覚まし設定しとったんや、多分。で、一応念のために2時手前、じゃ3時手前もやってて、そしたらね、この時間あった、もう、ね、やばい、今寝ているかも。ゆずきさんこんばんざい、しぶしぶめっちゃ寝巻きなの。さまじさんこんばんざい、みのりんやっほー。そうだよ、ぽこちゃん。たっぷり寝たから今日いいじゃん。医者も昨日おるしたんで寝ていますが、配信をみしんちゃんやっほー、ちゃんやっほー。昨日なのか今日なのかわかんないけど、お昼ぐらいまで配信して仮眠とって20時から配信して23時半まで、でそっから12時半ぐらいまで頑張って起きとって、でも配信始めれんくて眠くて、ね、寝て今。やっちゃうさん、やっほー。 ちゃんと喋って自分。いつもの目も今日、今ちょほぼすっぴんな気がする。なぜなら寝ているから、一回。なんで頑張って顔を落としてから寝ないかんと、うちはやば。ちょっと頑張って、この配信中にちょっとずつ目を覚ましていきます。一回頑張っています。寝れなくて変わってたんだ、おはよう。
くちゃんお疲れ様。ああ焼けました。そう後ろの白駒さん、そうだよ。やっほー、かのちょっと怖くなるけん見れんかもしれんけど。池松さんこんばんざい、やっほー。はちはうわ眠たい。やばいマジで顔が起きないです。どうしよう、ちょ眼鏡かけといた方がいいかなって、ごまかしとける、そっちの方が。おいしょマスクにどういうことをやりますな。目元とかないつもどっち、ああめちゃめちゃってる、ちなみにポニテ今日でもどっちかっていうともう一つ結びって感じ、めっちゃ低い。もうおうちおうちマン今結んだ、え今結んだうち、え今、えでも寝とんとき外しとったけど、うちいつも結んでちゃろこれ、やばいマジ寝ぼけとる。マジ眠すぎてあくび止まらんかも今日、ごめんね。何もっても、もう全然違うと思ってる、めちゃめちゃうっす。さすが、やばい鼻こすったら鼻赤くなりました。めっちゃ長くないおやすみ、いやあらまあ、ヤキナフイちゃんもマジ寝起きだし寝る前って感じ、寝起きだし寝る前今。見て明日もちょっとね遅くない気持ち、頑張って起きなきゃいけません。まだ寝るには早い、これでもう今 寝る直前、うちが頑張ってせめて顔だけ洗って寝てほしい、頑張ってって思っている自分。サボちゃん始終わって予想する、ありがとうよりありがとうね。サマサマスくんとか言った言った、サマスさんって言ったつもりやけど、そうそっちの方がいいん。かかしさんやっほー、おはにゃんって来てくれてありがとう。やばいなんか顔に色がなくない、うちみたいですね。でもCSH さんおはようございます、おはよう、はじめまして、来てくれてありがとうございます。日本の魅力をおもてなしの心とエンターテインメントの力で世界を発信していくアイドルグループバンデージャパンの福岡県の伝道師七瀬葵です。よろしくね。今日もゲーム、え、もう死ぬけど大丈夫そう。2日連続オールはしんどい。今日寝れんもんだって。ちょっとそれはしんどいかもしれない。死ぬけどいいなら。もうだってもう眠いもん。世間で趣味に日本語独学、おお、ハロー。
하세요逆に自分どういう逆やん5ヶ月でそんな喋れるんですか？すごい。しかも独学ってすごい。初めてですよ。少し見て、ありがとう、見てくれて。ありがとうね。友達とひたすらいいね。楽しんで。友達とひたすらゲームしとったらゆっこは多分うちが配信しても見れんけん大丈夫だよ。まだ幼稚園生みたいに日本語実用けどね。いやいやいや、すごいすごいよ。独学で5ヶ月でここまで喋れるのすごい。ちょっとここの触覚出してないんやね。私ゲーム配信やから。ゲーム配信するときはね、ヘッドセットつけるけんここ邪魔だなって思ってちょっと出してない。イエイ。いつも流しながらありがとう、ありがとうね友達やったやっとって言えば流しとる。ありがとう。コロナが私頑張ります、ありがとう。上だけの苗、暖かくなると咲き乱れた。いつまでもそばにいたいから、今何々でときめけば素敵素敵な物語。食べて聞きたい。すごい、ありがとうありがとうね。やばい、気に入ったら5秒で寝そう。なんぐらい今眠たい。頑張っている。季節の変わり目ですね、風に。ありがとう、Thank you。寝てもらって配信するんだ。バナユキが楽しかったり綺麗だったり見せるけど、そう。なんかいろんな雰囲気の曲があるし、そうでも本当に見せる曲が多いのはそれ、そう本当にそうだと思う。この花とかも綺麗だしね。むしろちゃん来とった時この花あれ出らんかったっけ、うち違ったっけ。この曲やっとった時売らんかったっけ、むしろちゃんおった気がする。この花桜姫って曲です。ちょっとあくびをします。疲れが蓄積してるんじゃいゆっくり休みます。エッサヤホエエーペックスでもチートしとる人はねおるよ。チーターおる、やだ、嫌い嫌い見てきね、なんかやった気がする、むしろちゃんがおるときに。懐かしくて切なくて泣きたくてもう耐えられない。
そろそろ眠りに楽しかったで、フォローありがとう。 Thank you for me。 あーちょっと英語わかんないけど仲良くできたら私も嬉しいです。よかったらまた遊びに来てね。お母さんおやすみ、また明日ね。おやすみ、お大事にね。ホットケーキさんこんばんは。290やったね。297日だよ。こんばん、それなんか違うんよ。毛利さん、毛利さん、日村さんおはよう。あと3日でそう、あと3日で300日だよ。何日に300日ですか？だっけ、なんか日付変わる前13日設定じゃん。で14日で298、15日で299、あ、そう、10月16って言ったんだ。10月16日300日あなた明日服で安静にしなね。 COD がチーターを排除するってのへえ。チーターは消えないよ、一生おるもん。そんなこと言われてもチーターはおるもん。いたちごっこで許せ。なんでやろうねって思うけどもね、そんなのを考えても意味ないと思っている。万歳とへえ。雨もこまざやほー。土曜日かな多分。16日は隣組のライブがある日だな。気持ちいい。なんかすごいさ、ここに遅れてっていうか結び切れてない毛がおる気がする。すっごい腰ばゆいんやけど今。なんかここにあるふわふわした毛がこれだ。勝手に、あ、勝手に言っとるだけなのね。ピュアだったよね。あ、ちょっと目覚めてきたかも。嘘かも、眠いかも。どっち？すごく眠り、あ、いいじゃん。あ、もうこんばんざい。すごく眠りのエペックスどうだい？今日はもう嫌というほど私はエペックスやったんで。え、でもなんか今日はちょっと、今日ってかなんか最近ちょっと前よりエイムが良くなった気がするって思って嬉しい。あー、髪結び直したらゴム床に落とした。慣れた、すごい天才。あー、やばい、あくび止まらんかったらさ、鼻も止まらんっていうさ、謎修正発動出現一生泣いとうみたいになっとる。あー、めっちゃ泣いとる人みたいになっとる、やばい。なんかさ、あくびするとさ鼻がサラサラするっていうのマジ分かる人おらん？もじさんやほー、ちょじがんちまはじ、お疲れ様です。仕事が、わあ、おかえり、もじおさんもお疲れ様。毎年さ、3月1日じゃないかもな。だって8月31日の方が万歳の日なんだよ実は。8がいるからね。微妙かやみやればねうまくなるよ多分。ちなみにうちはマジで亀の歩みみたいな感じだけど。でもさ、でも300時間もやってないんだもん。うちさ、プレイ時間なんか最近、前まではあんまねゲーム開いたまま放置することなかったけど、最近ゲーム開いたままよく放置してる気がして、配信終わったあととかね力尽きとるんよ、うちは。やけん分からんけど、やけんちょっとこれ、え、でもどうなんだろうな。でも放置しとる時間もあるけど、別のアカウントでプレイしとった時間もあるしって感じ。
最近は配信時間ほぼニアイコール YouTube の、あのうちの配信時間ほぼニアイコールあれだからな、あのなんだっけ、プレイ時間だ。万歳、そうだよ。これから長時間配信、あいさん召してる。もうね、大丈夫。ちゃんと食べたもん、ご飯。やから、大丈夫だもんね。何分ぐらいあるっちゃろうね、これ。これ見れんのかな、アプリ。合計何分って多分見れるよね、再生リストにしてるけど、うち。モンハンワールドは放置多めだけど1000個。え、でも一番でモンハンはマジで本当にエーペックス以上に放置多めかも。放置多めで600時間ぐらいな気がする。でもね、全然下手なのね。ちょっと待って、あ、これあれかな、一応始め、ちょ、なんかさ、YouTube の再生リストって合計再生時間とか見えんけ。スマホかな、見えるの。それ見たらわかるけど、配信の時間がほぼかも。あんまり配信外でやってないけん、ここチャンネル解説していこうは。あ、晩ご飯まだ食べてない、お腹すいた。いいじゃん、11月20は、あー、遠征メンバーは、ね、ちょっと待ってね、どっから、合っとるよね、けど11月20日はシュリさん、フミさん、ジュリアさん、笹さん、メイさん、リマさん、あれ誰か言ってないね、うち誰を言ってないんだ、シュリさん、フミさん、ジュリアさん、笹さん、メイさん、リマさん、サヤさん、あと誰言ってないんだ私は。あ、あれ、あゆみさん、あれ合ってる、別ゲーム、あら、まあ、バンザイジャパンにぜひ。シューディー冒頭中はほぼ毎日してるけど、エペックスと勝手が違うから、あー、でもゲーム違うと意味ないとか言うよね、難しいよね、逆にうちバロラントとか絶対できんと思う、眠たいけど起きている。リンネさん初見です、来たことありそうやけど。コメントが初めてとかかな、来てくれてありがとう。日本の魅力をもてなしの心とエンターテインメントの力で
発信していくアイドルグループバンザイジャパンの福岡県の伝道師七瀬葵です。よろしくね。はじめましてかな。来てくれてありがとう。よかったらゆっくりしていってくれると嬉しいです。お話ししていってね。よろしくね。よかったらお話していってみて、よかったらフォローとかしてくれると嬉しいかなって思っています。ぜひ以後お見知りおきよ。そうなのね。バンザイジャパンに来てくれると嬉しいな。ナマさん、お中年頑張って楽しかった。ありがとう。また来てね。ね、誕生日の日にちちょっと2と3逆にするのはちょっと無理かもしれないね。ちょっと無理かもしれない。なんで？巻き込む自然とみんな流せば胸いっぱい愛の剣さの世代、気づけば気分も晴ればね、吸うところ支え込んでる。いつもアイドルライブ中な、そうなの、ライブとか見てくれとるんですか、見てくれとるんですかってすごいなんか敬語とさタメ口めっちゃ混ざっちゃったけど、見てくれとるとありがとう。でライブの時と今メイクが薄すぎて全然顔が違うかもしれないけど、ありがとう。ニノさん、じゃあモーリーさんが逆にしたらいいんじゃない？ってことになっちゃうよ。誕生日変えるってなると惜しいね。リーチでした。例えばおすすめのゲーム、どういう系統でっかにもよるかも。互いは大手のもの、ね、うちはねちょっと最近っていうかずっと思っているのはアンダーテイルを私はクリアしたいんですが、でもアンダーテイルはこれ配信外でほとんどやっちゃってるので、配信でやると途中からになっちゃうなって、初見クリアができないのでどうしようってなっているよね。アンダーテールめっちゃ面白い、好き。ホゲで福岡やった、そうめっちゃ福岡の人です。ありがとう、めちゃめちゃ福岡の人です。やばい、飲み物なくなった、泣いた。すぐ泣くやん。配信とかやったら割と博多弁出しとかも知らん、分からん。でもなんかね、多分大丈夫ね。いいじゃん。泣けても重要ないし、ちゃんと減ってゆくフォロワーの数、ちなみに3月中、いくつなんですか？ことにしたいいやいいや、ちょっと覚えれるかはちょっと分かんないけど。聞いといてマジごめんやけど、ちょっとマジ人のね誕生日と年齢はマジで全然覚えられんくて本当に申し訳ないって感じです。美味しいじゃん。21、うちの、でも今21ってことは次22ってこと、2個上だ多分、そんな気がする。パンチタン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 
センスがないのおじさびめちゃめちゃ好きなんよね。だからでもバンザイジャパンめちゃめちゃ3月生まれのメンバー多いですよ。そうバンザイジャパンね、誕生日の偏りすごくて2月も多くて3月も多くて何月だ、あと7月とかが多くて12月も多いかな。で10月が確か一人もいない月かな。ゆみさんがすごいわかりやすいやつをあげてくれた時、うちは毎回それを保存しとるんちゃけど勝手に自分が見るように。でもマジでね、人の誕生日覚えれないの。いろんなジャンルやってる。最近はブラッドボーンとかダーなんだウルとかダブルクス、あーむずい。ハッスルいいじゃん、麻雀ブーム、麻雀みんなで流行らせよう。またいつか参加型やるかもですね。麻雀はわかるかも、わかるかも。おしまいの誕生日は仲間じゃん。マジで人の誕生日覚えれんのよね、マジで。正直家族の誕生日でギリギリ、おばあちゃんおじいちゃんはちょっと多分わかる、ちょっと自信ないぐらいの次元。友達の誕生日はわかんないです。わかんないですって言い切っちゃう。なんかめちゃめちゃ仲いい友達とかは LINE の名前の横とかに変えとったけど、高校の頃とかは。まあでも正直今あんまり友達いないんで。いやおらんくはないけど、もうなんか高校卒業してからあんまり連絡取る機会もないけん、うち LINE で連絡取らんけんさ、だからあれなんよね、もう誰もわかんないかもの次元。マジで人の誕生日覚える人すごすぎる、本当に覚えれん。うち今が癖になる、ずっとワクワクが止まらないな。次はマジで待ってるよ。そう、次またいつやるかわかんないけど、私のこといっぱい広めてくれたら嬉しいな。そうでも違う、じゃあそろそろなんか動画とかも作りたくてね。いや昨日今日とかの感じだったらなんか、いやどっかさ、なんか昨日さめっちゃいい感じでチャンピオン取れた試合確かあった気がするんよ。ちょっと眠すぎてあんま記憶うろ覚えやけど、ちょっとあとで見返してやるけど、11時間見返すのやばいけど、なんか割とダメージ出して味方も同じぐらいダメージ出して結構連携取れたなんかチャンピオンかなんかを動画にしてもいいのかなって思ってたりしているよ。難しいよね動画でも、編集を凝りたいけど編集を凝りすぎてなんか時間をかけすぎるとダメな気もして、なんでわかるかな、その時間に配信した方がいいってなる、なんだろう、時間効率的な。まあでも正直目的が配信とは違うけんあれなんやけど、すごいなんか自分の脳内を話しちゃってごめんすぎたけど。むーちゃんハートありがとう、こんばんざん、ヤッホーハートありがとう、きゅんちゃんめちゃめちゃハート投げてくれた、いっぱいありがとう、ハートありがとうね。はいせーの、
族一緒かい、あんな久々か、どこを優しさその次は見せましょう。あチャンスでチャンスの時間、おなじみの一度でしか2時間お送りします。そやかい決めポーズ、ハッピーは気持ちいい歌うよ、やだあ、あとね、そうだわ、さっきの配信でチラッて言ったけど、来週のフリージャの20時からの配信、毎週水曜日 YouTube の方で、私ここでね、今知ってくれた方とか向けに言うと、私すごくねゲーマーで、ちょっとここにマイクとかもあるんやけど、これ実は今の配信には何も関係なくて、単純にこれパソコンの前で配信しとって、パソコンにマイクをつけとるけんこんな感じなんだけど、だけどめちゃめちゃゲーマーで、 YouTube の方ではゲーム配信をやったりしています。イエイそう、さっきもゲーム配信しとったんやけどね、また違ったうちが見れるんじゃないかなとか思ってたり、ゲームが分かんない人でもまあまあ割と話しとっていいするけん、見ながらでもいいのかなって思ったりするので、よかったら YouTube の方も覗きに来てくれると嬉しいです。でそれと一緒に PCCS フリージャーっていう e スポーツのアンバサダーみたいなのもやらせてもらってて、その一緒のメンバーとアンバサダーのメンバーと毎週水曜日20時から、基本はApex の配信を最近はしてるんですけど、来週はまた違ったゲームを配信して、もうちょっとなんかわちゃわちゃ系統のゲームの配信をしようかなと思ってるので、来週の配信もよかったら見に来てくれると嬉しいです。私がね、最初はめちゃめちゃ人見知りしとったのから、徐々に打ち解けてきてる、来とる気がするんだ私は。かぼちゃさん、やっほー。なんかさ、ショールームのあれで会うの久々な気がする。さっきさ YouTube に来てくれとったけど、え、来てくれとったよね幻やったらマジごめんけど。リンネさん、追加のショールームアフロありがとう、嬉しい、ありがとう、これからよろしくね、よかったらまたまた遊びに来ていっぱいお話ししようね。徐々に仲良くなれたらいいなって私は思っていますうちだけやったらごめんけど、うちは思ってるんだっつってる新メンバーめちゃめちゃ、そうよね、そう、うちも褒めたいなって思っている。なんかいや、マジむずいよね。そう、褒めたい、うちもなんか褒めていきたい、いいとこ見つけて、もっと。でも自分のプレイに精一杯になっとうけん、でも褒めるべきところを、多分褒めるべきところってめっちゃ上からなんやけどさ、褒めたいところ、いいなって思ったところをメンバーの、もっと、なんだろう、一個こういいなって思ったことがあったら、その表現を倍ぐらいにして褒めたいなってちょっと思ってたり、それがまだできてなかった気がするからね、やりたい。チームが強いね。でもなんか徐々になんかね、今日そう話し合ったりしたけん団結してきたかなって思っている。ちょっとコメント読むのにラグがあったかもしれないけど、まあでもコラボだから一応そこの、なんだろうな、普段の配信は割とみんなとの会話もあれやけれども、コラボは割とどっちかっていうと、そのコラボを楽しんでもらいたいけん、そこもちょっとまた試行錯誤中なんやけど、そこでうまい会話ができるようになりたいなって思っている。私の人見知りもちょっと直したいなって思っている。最近マジで思っとる。ゲーム通じていろんな人と仲良くなりたいなって思っている。そういう活動をしている方だったり、
と徐々に。結局さ、すごい思うのはゲームの配信とかやっていく上でコラボとかってすごい大事だなって思うし、コラボした時にいかにそのコラボ相手のところに自分の魅力が伝えられるかって、絶対に人見知りってしちゃいかんとマジで思うけん、頑張りたいそれも。さっき見たたよちゃんもありがとう。モデルに狙んでいいと大丈夫、ちょっとうちの声の音圧ちょっと割とうるさいかもしれんけど大丈夫そうあとちょっと私はちゃんと滑舌を強化する期間に入りたいけん、あのね今日の配信は正直あの11時間配信した方は時々気をつけとったけど、ちょっと11時間も配信するとやっぱりあのボソボソ言っとるんちゃけど、マグナさんこんばんは、ヤッホー、ヘアカー、あ、そう、なんか髪色が変わりました、赤っぽくピンクっぽくなったよ、ヤッホー、やいや、マグナさんお久しぶり、ちょっとだけちょっとだけ髪色変わる直前とかに話したぶりかな、ヤッホー。寝られんとか、お大事にだ。滑舌、そのマジで滑舌、もうね、滑舌って言えんと、え、そうなんよね、滑舌が悪すぎて最近自分がね言っとうって思っとうことマジ全く言ってないことに気づいてはいるんよ、マジで。やけん思ったより多分ちゃんとあいうえを書きこけこ、下手、あアイウェオかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのアイウェオまみむめもやよよラリルレロワオン、ごめん、もう充電がないみたいね。前向きでありがとう。そうマジで滑舌とコミュ力、なんか綺麗に喋りたいなって思って、マジ喋り方が、いや喋り方が汚いって言うと変だけど、別になんか喋り方は別になんかどうでもいい、どうでもいいこともないけど、なんか個性もあるなとは思うけど、滑舌が悪い、もう言えんちけど、ツイートしてたことありがとう、なんまし滑舌は練習すれば、練習するわ滑舌。でも最近は滑舌もやし、顔のこの辺の筋トレをちょっと頑張ろうとしている、口周りこの辺と首、このここ、ここを痩せたくて、ここの筋肉と、そこの筋肉やるときに舌も使うけん、一緒に舌も鍛えてみたいなやろうとしているけど、むずい。やばい、ちょっと待って、ちょっと飲み物取ってくるわ、喉渇いて死にそう。戻ってきました。自分割と言うべきことは言いたいこととか諦めてしまうタイプだから、私もでもそうやと思う。でマジで人見知りは直す。ただいま飲み物を取ってきた、お水。でもね、11時間配信したやん、あの配信した時は気づかんちけど、やっぱり11時間ずっと喋っとうけん、終わった
っとねやっぱ喉痛いよね今やけんちょっと喉痛い期間、前もなんか長時間返信した時大体そんな感じだった、マジ喉痛くなる部屋がねなんかね喉痛くなるんよね、痛い、どんな時だって日は昇るよ、大丈夫いつだってそばにいるよ、だから前も向こうも、おかえりやっほーありがとう、あおいちゃんともらいたい、前じゃもあるかもしれない、エーペックさんはねちょっとどうしようかねって感じ、参加だとみんなが参加できる形のカスタムとかやったらあるかもやけど、同じチームってなるとねむずいよねってなったり、教えのリベラいいじゃん、ずっとそうテンション高めでやっとったつもりやけどちょっとねあのだいぶ抜けとったかも、でも気持ちはハイテンションだった思い出すたびにハイテンションになるっていう、もうね単純に情緒不安定、情緒不安定やったかもしれないって思ったり一時にいたかんさんさん輝けちゃった、あみちゃん見てたら震え、え震えるん、え副反応でってことそれは、止まったならよかったよ、あれおかんみたいな感じ、よりも高く頑張りましょう、その手を伸ばしてこわがらず、あふれ出す未来までさあ行こうか、チャンチャンピンナンチャンパンチャンピンナンイエイ、やーパンこれじゃ、あれかもう本当におかんってことやね多分、それはマジでお大事にだ、あったかくしてもう大事に、もう大事にしか言えんけど大事に、もううちもワクチン打たないかんよなって思いつつ怖いなって思うのと、ちょっと予約方法わかんないなっていう、怖くて予約方法調べる気力も起きないっていう言い訳を一生している今、伝えたい、伝えたいことは伝えたらいいよ、あやもう分かんない、ちょっとちょん自信ないけど、でもやらない後悔よりやる後悔って言うじゃん遊ぼうとのキャッキャパンツンタ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 ンブンパンパンパン、おかんもうあかん、もうやばいよ、かぼちゃさんかぼちゃさん危ないかぼちゃさん危ないよ危ないよ、危ないかもしらんそれは意外とやって後悔すればいいって思うと成功することが、それはわかるかも、なんかできれば成功したらいいけど、最悪失敗しても失敗ってこれはダメだったんだっていう経験値になるけん、次からの糧にできるかなみたいな、やんなかったらこれそれがダメなのかダメじゃないのかも結局わかんないまま次に進むことになっちゃうなって思ってたりもしている、まあ物事にもよるんやろうけどね、だから私は頑張って最近は挑戦するようにしている、うちさなんかちょっと前も言ったことあるんやけど、もともとめちゃめちゃなんだろう0か100かみたいな人間で、なんかちょっと半端になんかこれいいんかなみたいな、これでいいんかなみたいな、どうすればいいかわからん時って
なんかこうしてもいいのかね、でもそれだとかわからんしみたいなことは正直なんかあんまできないタイプの人やったんよ。踏み出せないっていうか、だったらやらないみたいな、なんかタイプやったんやけど、最近はそれダメだなって思って、それをね最近は変えている。本気の失敗には価値がある。バイムタ、そんな言葉があるん。でもそうだろうなっては思っている。違ったなっつって。それこそアイドルとかマジで一生手探りだしね。一生、今も手探っているよ、いろんなことをツイッターとかもね。リンネさんが今おるかな。リンネさんご覧くなったかな。フォロー見たよ、ありがとうって今やっとくよ。あいちゃんとは仲間じゃん。そう、なんかさ、それこそそれこそうちがゲームをこうやって売りにしていくこともそれが正解なんだろうかっていうのも分かってないけど、正直今までだったらなんかいろいろ言い訳つけたりしてやらないタイプだったのよ。例えばでもまだゲームそんな上手くないしコンテンツになんないしみたいな、なんだろう、それこそ最初は自分の売り、ゲームを自分がプレイすることの売りでやる前って何も分かんないけど、分かんなかったし、正直 YouTube 解説した時はやっけど、とりあえずやってみちゃえみたいな感覚でやっているかも。もうじゃないとなんか割と考えて行動するタイプやけんあれなんよね。そう、 YouTube もそうだし、正直アイドル自体ももうパフォーマンスもそうだし、ステージ上でものなんか歌い方だったりダンスだったり、こうやってみたらいいかなとか、こうした方が綺麗に見えるかなとか、こうした方がかっこいいかなとか、なんか鏡とか見て練習するけど、やっぱなんか鏡で練習する時なんかやっぱ特に顔とかとかマジで違うけんさ、顔とかっていうか顔の向きだったりが見れなくなっちゃうから、やりたいこと 100% やるとむずいんよな。フォローありがとう。こちらこそフォローありがとう。よろしくね、これからこれからよろしくねって思っているんだ。確かな橋、いつもここへ導く光、切ない輝いてその新たな道へ。失敗でも成功でも進むって選択、そうそう思っている。しかも失敗だった時、あ、これはなんかちょっと違ったんだなーっていう経験になるなって思ってたり、勢いのりは何でもできるんだけど、そうだよね、いつも大縄跳びで入ん、いやわかる、でもタイミングとかじゃないもん、とりあえず行っちゃえみたいな。あ、でもタイミングはあるけど、なんかでもなんかやりたいって思った時にやんなきゃタイミング逃しちゃうなって最近思っとるけん、やりたいって思ったら正直なんかあんまり 500% 詰まってなくても企画がやってたりする、やからちょっとあーなんか詰まりきってないなって思ったりもすることもあるのかもしんないけど、正直自分の中でね。
むずいよね。何事も挑戦、そう勢い大事マジで。楽しそうに配信嬉しい、ありがとうね、いつも見てくれて。新潟遠征の時は行けるか、いいじゃん、それがいいよ。アメモン最近のアメちゃん動きで、あ、そうキレと、あとはできる限り先まで気を配れるように、足先手先まで。足よなマジで、体幹がどん徐々によくなろうとしている一緒にやりたいって決めたことにせよ、ありがとう。そういう人をどんどん増やせるようにどうしたらいいかも今考えなきゃだし、ありがとうね。さあ、でも最近はやからやりたいなって思ったことを言うようにはしているかも。それこそ上の人とかにこういうのやりたいんですけどっていう。ゲームの配信とかはこれは言ってないけど、そういえば言ってはなかったけど、ツイッターでこの間のイーラジの収録の日に、一緒にそのイーラジの収録の前にフリージアのなんかミーティングもしたんやけど、その時に正直いろいろうち的にやりたいなって思う企画があるけど、一人じゃ限界なこととかもあるけん、ちょっとこういうことやりたいんですけどとか、こういう時にこういう風にやりたいんですけどとかは結構伝えたかも初めてのミーティングやったけど、そう、そういうのを伝えないと、伝えた方が得だなって思ったけん、お手伝いしてもらえるんだったらね、そういう配信とかのサポートしてもらえるようになっとるけん。あとはそれこそ自分じゃ作れないさ人脈とかもすごい、そこに手伝ってもらって作れとるなって思うし、それこそ皆さん来週的な、今週的な、今週の日曜日っていうのかな、17日のイーラジには渋谷あずきさんっていうとても有名な方がゲストで出ている豪華ゲスト会になっておりますので、皆さんぜひ日曜日19時からレインボータウン FM でイーラジを聞いてください。隣組のライブは今週は被ってないのでね、日曜日19時に多分、あれ被ってないよね、あれ大抵出てたよね、大抵出てたわ、え大抵出てたよね、大抵出てたわなのでぜひ聞いてください。昨日ね、リプ送ってくれとって、ズチャーさんの、ズチャーさんのね、あの本話の方はもうそのズチャーさんのゲーム用アカウント、サブアカみたいな感じのしかフォローしてないけど、ゲームアカウントの方でも昨日ねリプを飛ばしてきてくださっててね、感動した。しかもめっちゃ楽しかったんでね収録でも、そこでマジで人見知りをしたくないなってもうとても思った。ちょっと人見知りしてるかもねって感じだけど、どうせ確実よくやで、下半身は太ももしか見ないじゃあそれはまた違った意味かもしんないな人生初現場でツイッターでしている人もほぼいなくて、うーん、ワンワンツアーのとこに、いやでもそれが大事だよ。結局さ、最初はマジでみんなね飛び込む勇気ってすごくいると思うから、そこ勇気出して飛び込んできてくれてありがとうね。マネージャパンのライブ来てくれて思っているよ勇気を出して伝えたの偉い、天才、そう伝えた。なんかそれこそちょろって言っちゃうとまだね何も決まってはないんやけど、まだコラボとかってマジでうち一人の力じゃ難しいところもあったりして、絶妙ないよねコラボのラインがマジでなんか普通に多分配信してるだけやったらもうちょっと多分簡単にこういう人とコラボできそうみたいな。コラボの門が割とね狭いからね、このそれこそアイドルと一緒にやってるっていうのもあって、
私アイドルもゲームもどっち、なんか一応メインはアイドルなんだけれども、なんかゲームの仕事をサブみたいな感じにしたくないので、どっちもちゃんと取り込んでいこうって気持ちです。渋谷さんと共演してメンバー呼び込んでいてゲーム系に進んで、そうそっち方面に私は徐々に人脈とかも、マジでさ本当にゲーム系のこういうのって人脈マジで大事だと思うけど、まあ正直仕事において人脈ってめっちゃ大事だとは思うんやろうけど、思うんやろうけどって言ってへんけど、そうやから私は人見知りしない、特に表に出て人と絡むことが多いけんさ、楽しく初めての人と絡めるようになりたいなって思って、コラボとかいつでもやった時に自分を出せるようにしたい。どうしたら自分出しやすいかなって今最近めちゃ考えとる。まあちょっとまだそんな予定はないんですけど、でもいずれ多分あるとは思うけど。渋谷さんこんばんは。小さい時もみんな優しくて、ほんと楽しかったならよかったよ。またね、来れると良いね。なのに向こうから同じ服。やばい、鼻がムズムズする。え、これさ、なんかさ、もうさっきからずっと言ったけど、めっちゃ鼻ムズムズするよね。今日。配信しとう時からずっと、なんでだろう、ほこり舞ってんのかな、パソコンから。あり、全然ある、あ全然舞ってると思う。パソコン掃除しなきゃ、部屋出したら買わなきゃ、一生言ってるこれ。デスクトップパソコンってほこりやばいよねつって。しや、いやむずいな、むずいけど楽しいよね。なんかそういうなんかさ、やりたいことだったりを考えるのは私は好きなので。やばい、めちゃめちゃあれだ、滑舌が悪かった。私はっていうのをさ、いつも私はって言っちゃうよね。そういうことなんよ多分。私は好きなので、なんか適当なんよね多分。自分では言っとうつもりっちゃけど私はって言っとうけど、私はって言っちゃうちゃんと言って、ひらがなってなる しっかり話しますじゃんじゃじゃんじゃ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 、気持ちも真剣に自分のことがありがとう。考えはするよしかもうちは割と考えってこう、なんか考えがち、なんて言ったらいいんだろうな、いいことなのかは分かんないけど、逆に言うとそんな考えんでもってぐらい、なんだろうな、これはこうだしって考えちゃうやばい、リップが落ちてちょっと唇の色が悪いぞ。あじしゃー、そう、そう、あじしゃーって言っちゃう。私はーって言ったやん。うちは、ちょっとめっちゃリップ塗りながら言っちゃった。ナムさん逆に自分がしてくれてたり、スタッフさんに名前も、あははいいじゃん。思い出いっぱい。また思い出を作りに、バンザイジャパンにね、また。遊びに来てね。ガイズパパパラダイス、そうなのね。めちゃめちゃ見てるくれてるじゃないですか。ありがとうございます。次、次さ、ガイズパパパラダイス、日曜だよね。違ったっけ？あれは違ったっけ？いや、そうやったよね。やばい、鼻がムズムズしているんだ。あれ、なんかどっかこの辺でうち告知出さんかったっけ。どこで出したんだ。私は、私はちゃ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 、走る水槽の魚、
メロディーの中思い出いっぱいね、素晴らしい。これからの背中をありがとう、ゆうくん、ありがとうね。そうだね、17日曜日館内ホールガールズポップパラダイスだ。配信とかで見てくださってるんですか、リネさん。かんざしさせば、え、もう4時なんですけど、やば、いたします。おいナイズムケタナイズムセンスがあるだちゃんちゃんちゃん、ヤマトナデシコ天下統一並みに。でもちょっと目覚めとる。でも多分寝ようと思ったら5秒で寝れるけどね。あ、やばい、もうマイク殴っちゃう、この辺。まあね、すっごいあくび出る。コロナ禍に、ああなるほど、その前までは現場来てたりしてたんですか。コロナ的にあんま出れないのか。でもそろそろね、そろそろコロナ禍って終わるのかなって勝手に思っとるんやけど、どうなんだろう、勝手に思ってるだけなんかな。だからいないんだよ、だから私ロンパパホをかけるの。夕焼け小焼けカラスと帰ろう、しもしらじもゆる想いの。アビナリズムケタナリズムセンスがあるだちゃんちゃんちゃん、ヤマトナデシコ天下統一。今日この辺で落ちるね。あ、じゃあうちも多分ね、もうちょっとしたら終えるかなぐらいの気がする。まじろちゃんありがとうね、今日もまた来てね、また話そうね、待っとるよ、ありがとう。めっちゃ言うやん、うち。ありがとう、おやすみ。このコロナ禍はレディキスとかトゥラブとか、うん、ひめひめにわさかみかみでごめん。現場そうなのね。じゃあまたさ、開けたらさ、よかったらバンザイジャパンにも来てみん。次さ、配信でまた見るときよかったら漫才ジャパンもしっかり見てみてよ。見てみてくれると嬉しいよ。これからも気持ちよ、気持ちよやってなわけ。ついでにじゃあミキさんも割っとくわ。気長にね。酒飲んじゃうからな。あ、1回目接種の副反応に2日目の夜終わりと、そうなのね。でも安静安静、それがいいよ。いつも思うんですけど、バンザイさんってみんな遅い時間に配信するのは、多分ライブが遅い時間にあったりすることが多いからやと思う。みんな帰ってくるのが多分10時とかに終わって、帰ってくるのが11時過ぎてたりすると思う。剣ってのもあるかも。それこそ多分ちょうど20時から24時とかのだいたいゴールデンタイムとか言われるあたりの時間にライブをしとるけん、それより後が多いのかなっていう。それより前はね、あんまりちょいちょいかもって感じ。そういう感じです。全然いい、ありがとうね。そう、なんかでもちゃんとなんか渡すように買ってくれとるっていうのを聞いたけんさ、ありがとう。でもあれ、そう言ってたよなって思ったらさ、そうツイッターで言ったけど、なるほどね。なるほどねってなったんだ。え、いつも配信で現場でライブ、嬉しい。ぜひ会いたいね、リンネさんに。また。徐々にさ、なんかさ、コロナ的なのは開けてきよる感あると、リンネさんの周りで。
なんか割と場所によっても違うのかな。なんかさ、それこそアイドルの現場とかはもう宣言が解いて20時とかの制限がなくなった件が、なんか割と緩いっていうと変だけど、ライブの時間が遅くなったり、本当に割と分かりやすくさ開けてきてんなって感じがあるけれども、かかさん、なるほど、そういうことです。遅いのよね、みんな割と。多分12時から3時にみんな割と配信しておることが多い気がする。かぼちゃさん、あいた顔、かわいいじゃんどうしたかわいいじゃん早く現場行きたい、現場早く会いたいねでも徐々にね、コロナ禍も開けてきてて、開けてきとってから、もう1年半ぐらい現場大変だ。1年半ってでもそんぐらいよね。もうだってうちアイドルになったのが今年の1月末にお披露目だったんですけど、その前の4月に私は大学になってて、その時からもうコロナやばかったけん、ちょうどもう1年半よね。そうよね、流行から。マネージャーバーの早く生で見れる日が来ることを私もう祈っとる。見たいね。チュプチュプはコロナがなくなったらいけそうなん？もともとふっかりの人だよ。あ、そうなのね。もうコロナでもなんかいろんなものにあーってされちゃってんのか大げさすぎに、ちょっと、ちょっと眠気覚めた気持ちになってうるさかったかもしらん結構決めるのワクワクする。私だけ待っとるよ待っとるよ。でもね、そうよね、酔っとる時に持ってきたらどっかに落としてきちゃうもんねそうねっつってコロナや公共交通、かわいいじゃんでも若い、でも東京とかなるとやばいしね。それこそ多分東京に来るまでも雨もあれです。あんまさ、そういうさ、新幹線とかはあんま乗らんタイプ？関東で、すごい！ふっかりじゃん。この中で現場行けないものにとって会えられない。わあ、よかったよ。やったね。忍者さん、こんばんは、ヤッホー！まだ、そう、まだやってたの、マーキー。マジそれな。今日ずっとしとれたけど、大丈夫そう？今日配信してない時間の方が多分少ないよね、24時間で。すごい、自分で言うんか。寝起き、そう、寝起きで配信し始めて1時間経ったって感じで、ちょっとね、目覚めた今。でもね、多分寝ようと思ったら5秒で寝れます、イエーイあとチャイしたら多分終わると思う。明日的な今日もね、割と朝早いのでね、多分11時ぐらいに起きない感じがする。うちはそんな予感がするので、私は今日は頑張ってメイク落として寝る。お風呂入ったのね、配信終わったんだっけさ、なんかさ、そうだよ、ね、お風呂入ったの配信終わった後やけんさ、何とも言えない時間に入っちゃって、もう明日の朝なんか帰りたくなったら入ろうかなみたいな、明日的な今日思っているけん、顔だけは洗って寝るって決めています。頑張れ自分。せやくん眠い、あーよかった。かぼちゃさん、ちゃんとお大事にっていうか、なんかもう安静にして、ちゃんと寝てね、ちゃんと寝てね、もう
絶対しんどいけど、でもなんかそこまで高熱になると逆に一回飛ぶ説あるよね。なんか37度台の微熱が一番しんどい気がする。地熱は38度超えるともうやばすぎて、なんかもうあんまり頭が追いつかなくなる電車数えるぐらい、それはかわいいそんなことある、すごっ。うちさ、もう高校の頃から電車通学とかやったけんさ、すごいすごいな、なんかほんわかしちゃう。いいね。違った、バイオリン飛ばしたわ魔法じゃないリアルな衝動、巡り合わせかな目に見える無線つないでくポケット願い果てまで届け、伝えよう未来へ感情発信さ、色変えるとこ来てくれ美しき夜明け、未来へ一歩暗闇照らしたテライト、道しるべ。急にピースし始める責めなくちゃ。どう福岡はね、電車と、え、マジめっちゃ簡単いけない福岡の電車。ほとんど1本。福岡市は1本だし、ほとんど。いや、2本ぐらいあるかも。ちょいちょい。乗り換えがほとんどない。そんな複雑じゃない。福岡は割とバス社会で、電車が張り巡らされとるっていうよりも、バスがえげつないけん、バス面いいんかも。福岡市はね、特に。それ以外の場所に行くにはそこまでなんだろう、それこそ。東京とかでもさ、中心部からちょっと離れるにつれてどんどん本数が減っていくのと一緒で、だいたいここ行くならここの線だしみたいなのが決まっとって、主要な都市には行けるかなって感じ。バスが主流なんよね福岡は。やからちょっとバスはうちもちょっと苦手やけれども、主流なのにって感じやけど、福岡市は主流。隣の市になるとそんなことはないけど、東京の電車はね難しすぎる。そんな乗り換え3回とか聞いたことないしって思っとる。あるけど、なんかもう同じホーム乗り換えみたいな、その快速と確定の乗り換えか、まあ方面違う電車の乗り換えもあるけどぐらいかな。二日市とかで乗り換える時ぐらいな気がする。揺れる絵画から思春期の歌。東京の電車はマジムズすぎる。東京までめっちゃ来れるかな心配。リスナーの人数がいつもより、なんかね、あれかも、この時間に配信すると配信するルーム数が少ないけん、ちょっと人数が増えがちかも。東京、そう、東京多すぎ電車。逆に東京ってあんまりバスがさ発達しているイメージない気もする。いや違う、多分福岡が発達しすぎなんやろけど、それと比べたらそりゃ発達してないよなになるんだろうけど、多分東京なのにこんなバスって少ないんだみたいな本数とか。だって渋谷のさすぐそこのバス停とかなのにさ、なんかその通るバスの線、何なんかこう何番っていう線があるじゃんバスって、大体その本数がこんだけしかないみたいな、本当にみたいな、こんな簡易的な路線図だけみたいな、渋谷のこんなすぐそこなのにみたいな。まあ多分うちのバス停が多分そこのあれなんやろうけど、うちの近くっていうか、うちが使ったバス停が多分その線の方面なんやけど、渋谷のそりゃ多分あのどっちごちか分からんけど、めっちゃバスターミナルあるとことかはもっといっぱいあるんだろうけど、でもそれでもだったな。東京は確かにそういろんな路線ありすぎやし、うちはマジで思ったのは、うちさ、そんな電車の会社何線とかってさいっぱいないんよ福岡は。
電車なんよあるけど何線とか西鉄とか会社だわそれは。大牟田線、太宰府、え、何、あれ、あれ何線なんだろう。でも七隈線とか空港線とかはあるけど、福岡も、え、そんないっぱいないもん。何何何何線何線っつって、何メトロ JR、 最初マジ何ってなった。あ、メトロと JR はこれは改札が変わるのねみたいな、同じ電車だけど改札変わるタイプなのね、改札違うのねみたいな、むずすぎ。乗り換えだけで駅一つ分、え、それはマジでわかる、歩きすぎ乗り換えって無理やけどって思う時ある。東京は人口が多いからね。で、確かにバスってなると渋滞もしそうだしね、電車の方が人も一気に運べるし、それはあるかも。エイヤ間電車で切符買うのめっちゃ買うの、え、ここからこわかわいい。東京絶対乗り換えやばいと思う。雨もマジでやばいよ、むずい、マジで乗り換えむずい。最初の頃、うちは最近ね調達したよ乗り換え技術が。東京の荒波に揉まれたけどさ、やっぱ職業上みんなの言う仕事、違う、通勤ラッシュ、帰宅ラッシュ、帰宅ラッシュにかぶることはあるけどに、ガンかぶりはせんけん、ガチの満員電車に乗らんくて済む気がするのはありがたい。マジ嫌だ絶対にでマジかぶった時はしんどいよ。帰宅ラッシュ、帰宅ラッシュはちいちいかぶることあるけんさ、意外と東京の乗り換え、まあでも逆に発達しすぎてすっごい、もうなんか向かい側のホームの乗り換えがすっごい便利やったりする駅とかもある気はするけど、どれも男だ東京の乗り換えはね、人が多いやと思う。さすがに人多いんやけどって思ってる最近。特にさ、コロナが最近明けてさ、渋谷新宿の人混みが余計すごくなって、こんな人いんの東京って思って。正直うちは上京してからずっとコロナ禍みたいな状況やけん、東京の本気を知らなくて。え、待って、東京、え、待って、あ、大丈夫、ハロウィン、横、え、横浜ってハロウィンやばいかな。なんか渋谷のハロウィンってめっちゃ怖いイメージあるけど、うちはそこにあまり近づきたくない、怖い、ちょっとあんまり怖い思っとるけん、あんまりちょっと近づきたくないんですけど、なんか髪の毛食べとる。一方通行心配しすぎた乗ったら着くんよ。じゃあ渋谷のハロウィン、え、なんかすっごい映像でだけ見たことあるけど、マジで怖いけん本当に近づきたくない正直言うと。でも今年のハロウィンのライブは渋谷じゃないってことを見て安心しました。でもさ、なんでだろう、私あれ去年ね、ハロウィンの前日ぐらいに渋谷に行ったんよね。なんか何で行ったっちゃろう、ちあれなんで渋谷に行ったんだっけ、あれ一人で。その時に確かなんかハンデとか買った記憶ある。ハンデかな、下地かな。渋谷の極み屋に行った記憶あるけど、それのついでに、なんかのついでに行ったんやけど、ちょっとマジ覚えてないっちゃけど、でもなんか前日もやばかった。そんなに夜は歩いてないけど、ほっつき怖いけん、テンション高めな人たちが多くて、前日でこれってなった気がする。あれもうね、やばいよね、こういうイメージはそのままだと思うけど、警察や行政が取り締まる、え、もうすごいイメージ、東京は怖い、え、わかる。もう渋谷のハロウィンはマジ怖いけん絶対に近づきたくない。え、もうあれが楽しそうって思うのはもう陽キャすぎて、ちょっと私は家で引っこもってゲームのハロウィンイベントでもやっときたいよって思っているよね割ともうそういうパリピみたいなことはちょっと
できない無理。もうそれなら家にこもってゲームのハロウィンイベントやるもんっていう。ハロウィンスキンとか可愛いこと多いしね。まあ一番はあれなんですけど、クリスマススキンが一番可愛いんやけどね。私だもん。D シャープ、 D シャープは何これは。あおいちゃんの声、マジでさ、あのね、多分26日のコスプレは決めたんやけど、あと2日のコスプレどうしようって思っている。私は ハロウィンイベント毎年頑張る。いいよね。ちょ、うちもエーペックスのハロウィンイベントも来そうしなーって思っている。どうしようね。久しぶりに、マジで。でも自分のコスプレもちょっと考えて、マジこうやってジューム、わー確かにそれも可愛いわ。渋谷にライブ見に行った日がハロウィンとかぶって思い知って、わー絶対やばい。30日は絶対領域。いや、わかる。わかるな。ハロウィン音楽って浴衣音楽みたい。ランチェキ、ランチェキ、あ、浴衣ランチェキあったね。すっかり忘れて、え、今は何も出てないけどどうなんだろう。ちょっと聞いてみる。それは確かにあの時ね、割とテスト的な感じって言うと変だけど、今まで音楽の時にランチキはなかったけど、やっぱ会場にしか来れない人もいるからみたいな感じでランチキも売ったけど、どうなんだろう。ただちょっと聞いてみる。それはシュップシュップ。埼玉おはよう。おはようの違いないけど、やばいってやばいって言ってから、まあ、そろそろ終わろうかなの時間ですが、お願いします。そう、聞いてみるわ。多分ね、みんな割とね忘れている説はある。ハロウィンの渋谷えぐいから行かない。もう絶対に行きたくない。もう近づきたくない。怖い。もう私みたいなそんなポリピじゃない人間はちょっと無理です。本当に怖いけど、うちさ、街中で人に話しかけられるのマジで無理なんよね。なんか無理すぎて、もううちでも正直いつかマジ殴られるんじゃないかってぐらい下手したらえげつない無視の仕方をするんよ、うち。もうマジで目合わせん、怖すぎて。もう街中で話しかけられたらもうマジで目合わせんでスタスタ歩くマジマジ怖い人やったらちょっとどうしようっても思うけど、うん、ついてまとわれる方が嫌やけん、ちょっと話して。本当に無理。あの、そんな、あの、知らない人と話すコミュ力もないし。あと金曜日の夜とかは割とさ、なんか人が多かったりしてて、夜の土曜の夜とか、夜さ、あの、最寄りに人が多かった時にめっちゃ時々話しかけられるんやけど、あの、もう最寄りとかうちね、電車で寝て爆睡して寝起きの後やけん、寝起きめっちゃ機嫌悪い人やけん、いや嘘、機嫌悪い人は嘘やけど、寝起きでもうマジ眠い死ぬ寝たいみたいな頭の中で、うちはね歩いとけん、その最寄りの近くを。やけん、ちょっとあの、お願いやけど、まあ、最寄りがまずバレたくないけど、最寄りで私を見かけた人はちょっとそっとしといてほしいんやけどそもそもちょっと最寄りで見かけないでほしいんだけどそう、マジでめちゃめちゃね、眠いって考えながら歩いとけ。その時話しかけられたらいつもの5倍ぐらい、もう何も聞こえずに眠いで歩いていくかも。もうマジで本当に街中で私に話しかけないでって思っている。もうすっごいオーラを出してるつもりなのに、でも話しかけた瞬間多分割とみんなそのオーラに気づいてて、すぐどっか行く。ちなみに浴衣もなくなおちゃん、嬉しい、ありがとう、ありがとうね。ハロウィンでまた、うわ、確かにそれやだね。うわ絶対嘘、
渋谷とかだって絶対渋谷わちゃわちゃしてる人たち、そんなもうウェーイって感じじゃん得意残す、え、マジどうしようって感じ。あいちゃん話しかけるやつ、多分やつ先にしてくれて、でもちょっとそれをイケボでユックが言ってと考えるとちょっと面白くなっちゃったわ無理、面白くなっちゃった、ごめんかっこイケボひらがな全然絶対イケボじゃないやろそれっていう、もうめっちゃ噛んだけど今にやの、それはあるけど26はやると思うけど、やるっていうか変だけど、30、31はキャラ残すにするかはちょっと迷ってる。どっちかっていうとハロウィーンみたいな感じの個数にしようかなと思うけど、やりたいのはあるけどそれを私は仕入れなきゃいけないし、どっかさ、なんかマジ激安ハロウィーンコスプレサイトないかな、アマゾンだかもしれないな。街中に話しかけられた経験はあります。でも確かにアメモンの感じは絶対にね、そんなになさそう。だって福岡でもあんま話しかける人おらん。東京の人話しかけすぎやもん、街中で人に。マジで。福岡は話しかける人はまあまあいるけど、でもそもそもあんまり夜で出歩いてないっていうのもあるけど、パリピじゃないんで有名じゃないんで夜とかそんな出歩かんっていうのはあるけど、夜出歩か、夜は出歩いてた日もあるけど、うちなんかね、すごい割とね家の門限とか緩かったけど夜出歩いとったりはしたけど、あのね友達と公園で話すのめっちゃ好きでめっちゃ平和やけど、友達とねなんかめっちゃ仲いい子がおるんやけど、ここ3年間同じクラスやった子で、親もね、そうなんか親がたまたま同じ職場で、高校1年生の時になんか親が挨拶したのを見て、で今日そっからなんかここ3年間一緒暮らしでめっちゃ仲良しの子がおるんやけど、その子とマジで、その子んちも門限緩くて、なんか時々めっちゃ公園でね話すのが好きやった夜まででもそんな街中に出たりせんけんさ福岡も、でも福岡はそんなおらん気はするけど、おるけど美容室とかはあるかも。でもうちさ福岡でさ、福岡でかな、これいつやったっけ、なんかマジでなんかショートぐらい割と短めに切った次の次の日ぐらいに「美容室興味ありませんか?」って言われていやもうマジでこの間切ったばっかりすぎて、なんか髪切ったりとか、たカットモデル募集しとって、いやこの長さでカットモデルやるみたいな。なった日はあった。キツネや猫猿は田舎じゃん。ネタに変える。失礼って、もううちさ街中で話しかけると失礼とか、もう何も言わないもん。もう本当にがむししちゃう。良くないとは思うけど態度的には、でも本当にそうしちゃう。音源というか夜遊び的に、あ、それはあるかも。別に夜別に出るとこもないしみたいな。ファミレスとかマックぐらいよ多分。夜空いてんの。ちょっとそろそろ終わろうかな、ちょっと時間やばいわ寝ないかん、うちもそろそろちゃんと皆さん来てくれた方々ありがとうございました。逆に仮装して、それはちょっと、もういや最寄りじゃなくてもあれだな、酔ってなければ、あ、ヤッホーバイバイぐらいで行くかもね皆さんおやすみ、小林さんもおやすみ、そう4時半なんよみんなってことで、皆さんマジでマジで夜遅くというかもう朝早くまでねお付き合いしてくれてありがとうございました。シュプシュプ4時半か、そう、まこたんさんおつにありがとう、ありがとうね、シュプシュプおやすみ、やめもさんお疲れ様ありがとう。というわけで毎日配信してるのでよかったら、明日的な今日なんですけど、よかったら配信遊びに来てくれると嬉しいです。今日はちょっとどうしようか迷ってるんですけど、昼ぐらいに配信をする可能性もあるかもしれない、絶対起きれんけん夜になりそうな予感がします
ということで皆さん来てくれてありがとうございました。以上バンザイジャパン福岡県の伝道師七瀬葵でした。また。